ちは、ピエール・キーギスタンのレオレオオレオです。こんにちは、レオレオオレオです。今日はおじき&ショーのおじきにもらった秘密兵器、なんかピントが合わないな。じゃあ OJS おじきスペシャルを使ってチョンパしようと思います。いつもチョンパするときは私ハサミ使ってたんですけど、これなんかすごく使いやすいらしくてもらったので、せっかくなので使ってみようと思います。で、持ってきたのがこのブランクベリー。これなんかね、ぱっと見かわいいんですけど、なんか形がうにょにょにょってなってて微妙なので、で、これどうかな、入れやすいとこあるかなと思って、なのでこれをチョンパしたいのと、あとピュアラブ、これも増やしたいなと思ったんですけど、ハサミを入れる場所が全然ないので、なのでこの2個チョンパしてみようと思います。じゃあ早速こっちから、ドゥルドゥル、よいしょ、どこ、待って、どこ、ちゃんと見よう、ちょっと待ってください。どこに入れるといいかな、ここかな、このラインに、ここに合わせて入れていこうと思います。ここに沿わせて、どこだどこだ、あれ迷子になっちゃった、よいしょ。ちょっとモニター越しだと分かんないんで、ちょっと一旦やめて、ちゃんと見ますね。よいしょ、よいしょ、あれ高さは違うぞ、違う、ここ、こうかな、よし、一周入りました。で、このくるくるっと棒にして短くさせてもらって、よし、じゃあいきます。 1,2,3、 お、なんかすごいいい感じの手応え、じゃーん、すごい、じゃじゃーん、すごい、ほら切り口めっちゃ綺麗、すごいすごいすごい、すごい、一個もダメになってない、さすやるなおじきすごい、ありがとうございます。じゃあ今度こっちも行こうと思います。テグスでカット楽しい、いつもなんかこうテグスでカットすると手が痛くなるからっていう、そういう理由もあってチョンパするのハサミだったんですけど、いいですねテグス、これこの棒めっちゃいい、おじきありがとう。じゃあこれもここに入れていこうと思います。こっちはなかなかムチムチだから難しいんじゃない、上にしようかな、ここかな、これにして、これにして、よし、入ったかな、あ、なんか今手で押しちゃった、よいしょ、なんかピントが合ってないな、よし、じゃあこれでテグスが入ったので、ちょっとキュッキュッとして奥まで入れて、じゃあ行ってみようと思います。
きます。3、2、1、もうちょっと、もう一回、3、2、1、じゃーん、チャリーン。あ、すごい、めっちゃ綺麗。ちょっとここがダメになってるけど、でも全然全然すごい、楽しい。チョンパちょっと負傷した歯が取っちゃって、でもすごい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 、じゃーん、綺麗に取れました。ちょっとさ、あの入れるところが悪かったな。よし、形ちょっとだけ整えて、でこっちの上はもうこのまま土の上にゴスってしようと思います。こっちがピュアラグで、こっちがブランクベリー。じゃじゃん、あれめっちゃいいじゃん、完璧、すごい。でこっち側は株が出てきてくれることを祈って、ちょっとこっちは葉差しもちょっと取っとこうと思います。じゃじゃん、いい感じ、いっぱい取れた。でこっちも、すごい、全然葉がダメになってない、楽しい。チョンパ、手ぐすいいですね、楽しい。じゃあこっちはこれぐらいに、もうちょっととこかしとこっかなって言いながらもめっちゃ通るっていう、ちょっと鉢からはみ出てるのはやだな。取っちゃえ取っちゃえ、はい、よし。で枯葉も取っとこうと思います。いい感じ。こっち側の刺しも出るだろうし、こっち側の頭はこれはこれで今からまた綺麗に育ってくれると思うし、こっち側からはまた小株が出てきてくれると思います。ちょっと枯れ葉だけ後でお掃除しようと思います。こんな感じ、お、ピントが合ってない。でこれで増やしていこうと思います。こっちもまた刺ししていこうと思ってます。おー、すごい、面白い、いいな、テグス、お時期ありがとうございました。テグスカット楽しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はテグスを使ってチョンパしました。この2個これからも可愛く育ってくれることを願って頑張って育てていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。